化学肥料で育ったキュウリと自然農で育ったキュウリで差が出るのか、ちょっと腐敗実験してみようかなと思います。だんだんどうも、カービィです。今回ですね、以前本を読んで気になっていたもの、野菜の腐敗実験というもので、今回キュウリを試してみました。以前もね、人参とキャベツやったことあるんですけど、それはね、編集してないです。ちょっとお蔵入りしてますね。また出そうかなと思うんですけど、今回のキュウリの比較は、うちの畑で育った自然の固定種のキュウリを2品種と、プランターで栽培した F1 品種のキュウリ、これは市販の培養土を使いました。なのでね、化成肥料とか入ってるやつです。農薬は使ってないですね。で、5日遅れで比較に入れたのが市販のキュウリです。なので観光農法で1本、40円ぐらいで売ってる普通のキュウリで、このキュウリを同じ条件に置いてどれぐらいで腐るかっていうのを観察しました。一方、切ったキュウリと丸々のキュウリ、丸のままのキュウリね、常温に置いて観察するというのを7月の中旬からやりました。で、結果を先に言っちゃうと、ここに残ってるキュウリ、今ね、その実験を始めてからもう2ヶ月経ったキュウリなんですけど、切った方は腐りましたけど、丸のままはこのように形をしっかり残したままです。で、これは 何かっていうと、これが市販のキュウリとプランターの F1 のキュウリという結果になりました。はい。なんかね、こうなってほしいなとか、こうなるだろうなって予想していた自然の固定種のキュウリの方が先に腐ってしまいましたね。はい。という結果になりました。で、その過程はこの後で、この後、そのね、観察した様子をお届けいたします。で、これもね、先に考察を言っちゃいますと、今回はこういう結果になりましたけど、全てがそうなるわけではないとも思います。その時のキュウリの状態、条件、品種、いろんな要素が絡んできます。なので、自然農のキュウリだから腐りやすい、腐りにくいとも言い切れないし、市販のキュウリだから腐りやすい、腐りにくいとも言い切れないです。ただね、うちの畑の野菜を観察していて思うのは、虫に吸われたところがあったり、傷があるところは、傷がある野菜なんかはやっぱりそこから傷んでいきます。って考えると、自然農とかのキュウリ、あるいは固定種のキュウリであっても、傷があったり虫に吸われていたらやっぱり傷みやすく腐りやすくなるし、その点市販のキュウリっていうのは虫に食われないようにしっかりと手入れというかね、資材、薬剤も使われて手入れがされているので、その点では傷が少ないために腐りにくかったのかもしれない、ということです。これ考え方いろいろあるんですよ。だから自然の野菜は腐らずに枯れるっていう話もありますし、で、この一方の見方としては、そんなね、1ヶ月も2ヶ月も腐らずにいる方が不自然だっていうような話もあったりします。はい。目の前のね、起きたことを見てどう捉えるかそれぞれにお任せしますけれど、なので今回の実験で一言言えるのは、本に書いてあることが 100% そのまま起きるというわけではないと、そういうことです。はい。ではね、その観察の過程、よかったらこの後も見てみてください。はい、どうも、カービィです。7月の15日、さっき映したのがプランターで育ってるやつです。これね、プランターで育ってるやつです。買ってきた土をプランターに入れて、そこに買ってきた苗、ちなみに今さっき映したやつは夏スズミっていう、よくホームセンターで売ってる品種のキュウリです。 F1 かな。こっちが今ちょうどいいぐらい、ちょうど同じぐらいの大きさのやつがあったので、これ取ろうと思うんですけど、これはね、奥武蔵自培キュウリです。はい。で、はい、取ってきました。ちょっと、ちょうどいい感じに揃ってもなかったんで、大きさが若干バチバチですけど、これプランターの夏スズミで、畑の水曜キュウリで、これが畑の奥武蔵自培キュウリです。で、やっぱね、美味しいのはこっちです一番うまいのこれ、次これ、次これって感じなんですけどね。で、これね、今見比べてカメラ越しでもわかるかな、一番こっちの夏スズミは、これ品種特性だと思うんですけど、表面がね、ツヤツヤしてるんですよ。ブルームが少ないっていうのかな。この、一方で、この、水溶キュウリと、自培キュウリ、なんか白っぽいでしょ。これね、ブルームって言って、表面にろうそく物質、ろうそく状の物質が出てるんですよ。これで見守ってるんですけどね。よくあるのは、これがね、農薬と勘違いされて、売れ行きが悪くなったんで、ブルームレスキュウリっていうこっちの、こういうね、最初から粉を吹きにくい品種に改良されたというのがあります。はい。こういったこともね、どう影響してくるかですね。はい。品種も違うからね、できれば同じ品種でね、同じ条件で調べた方がいいんですけれど、とりあえず予備実験ということで、これでやってみていこうと思います。で、これ半分に折ってあるのは、私が食べたから
というわけではなくて、まあ、食べたんですけど切った状態で断面が空気に触れて、断面が空気に触れた状態でどう変わっていくかを見ようかなと思っております。で、面白いのがね、これね、こっち水溶きゅうり、これね、スパッと切った後からね、じわじわと汁がいっぱい出てきるんですよ。で、こっちもいっぱい出てくるに対して、こっちの方はね、少ないんだよね、なんか汁がまあこれ生育段階によるものかもしれないからね。ちょっとこれでかくなりすぎたやつ、こっちいい感じにでかいのがね、最近豆にとってからなかったんですけど、まあそういうのもいろいろちょっと予備実験ということで今回挑戦して、やってみようと思います。はい、このようにですね、切ったやつを瓶に入れて、上をね、通気性良くして、キッチンペーパーでね、蓋をしてあります。で、一本はそのまま置いておく。ちなみにこれまだ洗ってません。洗わずにそのままやりました。ちょっと奥武蔵だけね、すでにしぼんでるやつ、最初からしぼんでるやつなんで、ちょっとこれを覚えておかなきゃいけないですね。僕はこんな感じ、切ったやつがね、こんな感じで残っております。まあ切ったやつとね、瓶に入れたやつ、さあこれでどう違いが出るか、虫が湧くかどうかですね。まあこれを見ていきます。1日目こんな感じ。7月19日、経過観察してからね、4日経ちましたね。特に変化なしです。まあそれぞれちょっとしなびてきてる感はあるけれど、別に水溶きゅうりしかしない。奥武蔵が一番ふにゃっとしてるけど、柔らかいけどね。この切ったやつも変化なしです。それぞれ、はい、まあ少ししなびてきてるね。はい、いずれも変化なしです。ちょっとここで買ってきたきゅうり、ここに加えてみようかな、試しに。ねえ、もかさん、これぐらいのハンデがあればいいでしょ。ねえ、7月の20日です。15日の夕方に取ってきたキュウリたちが全然変化ないんでね、これ今買ってきたキュウリです。これもね、同じようにして、経過観察してみます。現状こんな感じで、ちなみに長野とか群馬産らしいです。まあ、流通のね、都合もあったのでね、ちょうどいいぐらいの判定かなと思います。はい、はい、瓶に入れました。で、今ね、匂いを嗅いでみて、あっと思ったのが、なんていうか、苦味っていうか、えぐみのある匂いがしたんですよね。で、食べてみたけど、やっぱりね、そういう味がしてます。嫌な青臭さがね、あるんですよ。はい、うん、まあ、いや、ちょっと偏見みたいな感じになっちゃうから、もうこれ以上言わないけど、うん、まあそれ、匂いとか味はね、私の感覚のよるところになっちゃうんで、この経過を観察してね、見た目の変化がね、どういう風に起きるかがはっきり分かるんで、それを観察していこうと思います。5日経った夜ですね。で、さすがに断面がね、黄色くなってきました。と言っても、腐ってるとかではなくて、しなびてきてますね。で、丸々のやつはね、あんまり変わんないから。ちなみに、ここは日中30度ぐらいになるね、縁側のところです。暖かい。まあ、触るとね、ちょっと張りがなくなってきた感じ。あ、でもこれすごいな。この F1 の苗の距離ね。で、断面の方もこんな感じ。これ、プランターの距離ですね。で、これ、畑の。水溶きゅうり、こんな感じです。まあ、引き続き経過観察ですね。これは今日買ってきたね、まだ青々とはしております。さあ、ここからどうなっていくかですね。7月22日ですね。市販のやつもね、20日変えてまだ全然変わってない感じです。まだ張りがしっかりしてる。中も変わらず。で、この辺はやっぱりちょっと、ね、干からびできてる感じがしますね。で、このね、奥武蔵水溶きゅうりのくぼんでた部分、このくぼんでる部分、大体種がないんですよ。そういうところがしぼんでいってますね。なんで、この水溶きゅうりもこの辺からしぼんでいくんじゃないのかなと思います。これ切ったやつがね、膨らんでるのも面白いですね、この。というところで、現状、すべてがなんとも腐ってはいない状態です。干からびてはきてるかなというところですね。このように変化してきましたね。で、カビが生えてきましたね。これ畑の水溶きゅうりなんですけど、水分が多いところはこのようにカビが生えて、湿気がこもっているところはね、白カビ、赤カビとちょっとね、腐敗した汁が出てます。木武蔵の方はカビも腐敗もないですね。ただこれね、結局ね、こう重なっちゃったところとか蒸れてるところがなぎやすいです。で、これがプランターの F1 のきゅうりですね。夏にこれもカビが生えてます。結局水分なんですよね、カビが生えるとか腐敗するっていうのは。結論言っちゃいますけど、で、こっちが先日購入してきた市販のキュウリですね。これもね、やっぱね、お尻の方がね、水分多いみたいでカビが生えやすいですね。これ1個生えてるの分かるかな、
ちょっと白いのあるでしょ。これね、カビが生えてきてます。ただこう、買ってきたキュウリ結構ね、丸のままのやつはツヤツヤで張り回ってね、しっかりしてるんですよ、意外。うん。もう切ったやつはね、水分が抜けてね、どんどんしなしなになっていってるんだけど、まあ腐ってる様子はないですね。一番傷んでるのは、案外、意外なことにこの水溶キュウリです、これ。ほら。黄色くなってるでしょ。まあこれは腐ってるというか枯れてきてるんだけど、しなびてますね。切った方がしなびてないぐらいの感じでね。ここがしなびてきて。で、僕も刺しもこの種が入ってないと思われるところだけこうやっぱしなびますね。で、切り口もこんな感じになってますと。やっぱね、このね、お尻の方が水分が多いためか、ちょっと枯れやすいとか傷みやすい傾向ありますね、これほら。こんな感じで。ここ腐ってんな。まあ、これは枯れるというか腐るというかの違いなんですけどね。意外とね、この、固定種自然農の畑のものよりも、プランターで F1 と市販のキュウリの方が頑張ってる感じがありますね。まあ、こっちはね、購入してきたのが、20日なので、まだね、常温にさらして5日ってとこなんですけど、常温の方でこれだけピンピンすれば十分持ってるんじゃないのかなと思いますね。はい、まだまだ続けていきますよ。とりあえず、現状ね、意外なことに自然農のキュウリ、固定種のキュウリ2つの方が、しなびやすくなっております。面白いね。7月27日、腐敗実験の途中経過なんですけど、最初のね、予想とは真逆の結果が出つつあるかなっていう感じですね。7月31日なので、こっちの3つは16日経ったところですね。ご覧の通りの結果となっております。この、細ってるところからね、枯れたというか腐ったというか、まあ枯れたって言った方がいいかな。カビは生えてるけどね。で、意外なのが、このプランターで育ったやつがね、結構丸々してるんですよ。で、張りも結構あって、まだね、しっかりしますよ。ちょっとまあ、ふにゃふにゃするけど、これが一番元気だったっていうのが意外ですね。で、この瓶の中は、ロックムサシ自培キュウリね。で、こっちが水溶キュウリで、カビががっつり生えてます。で、こっちが、プランターって、これもカビが生えてて、で、この20日からかな、入れた、11日経ったところです。市販のキュウリ。思いのほかね、しっかりしてる。全然、元気ですね。元気というか、大丈夫だ。で、今回言うのは、まあ、化学肥料を使っていようが、F1 だろうが、観光栽培のものだろうが、先に腐るということは、むしろ今回の結果ないですね。こっちの方がむしろ持ちが良かった。F1 で、おそらく F1 で、観光栽培、ハウスかもしれない。で、これでも、この、うちのキュウリでもね、この、あると大きくなったやつ。これも多分ね、ちょっと日数忘れましたけど、大体同じぐらいの時に取ってきて丸々置いといたんですよ。で、これはね、でかいんですわ。なので、ある程度、まあ中に種ができて熟してきた状態のキュウリを置いたら、もっと長持ちしていたのかもしれない。とりあえずこういう結果で今回終わろうかなと思います。まあ、なので最初から思っていた通り、ケースバイケースということもあるし、自然農とか無農薬だとか無肥料だから腐らないとか枯れない、腐らないとか長持ちするとか枯れにくいとかは一概に言えないんじゃないかという結果になりましたね。もちろんこっちの、化学肥料とか使ったり、観光栽培したりする方で F1 とかも、その状態ですね。育って実ができた状態が悪ければ、もしかしたらこっちの方が傷んでいたかもしれない。うん。で、この切って腐敗実験の方は一応匂い嗅いでみるか。あ、うん、なんね。臭い匂いというか、もうここまで行くと完全にカビの匂いです。うん。カビが生えたらカビの匂いだよね。うん。同じ匂いがする。ですね、はい。はい。まあまた今度ね、また別のバージョンでやってみようかなと思っております。8月の6日です。で、ご覧のように、もうすっかりと腐ってしまったというか、カビてしまったので、もう片付けていこうと思います。で、意外だったのが、このね、プランターで栽培して、した、F1 ですね、おそらく。夏鼓かな?の品種が一番元気です。ピカピカ。ただ元気だもんね、これ。で、こっち、同じような時期に取ってきた水溶キュウリなんだけど、こういう風にね、ある程度大きくなって、種ができてるようなやつだったら、多分ね、もう少し検討したんじゃないかと思うんですけど、これは、ぐずぐずです。で、瓶に含めた方ももうね、カビが生えて、液体が出てますね。で、こうやって、このように瓶に入れたら、何でもカビます。はい、水分。で、こいつもなかなかね、しっかりカビてます。
だからね、今、ま、切ってない丸の状態でこんな感じっていうね。でこの、20日から追加したこれね、市販のきゅうり、案外前線してます。全然大丈夫で、切った方はやっぱり同じような感じで痛み始めましたね。でもこれ切るのが、まあ、5日分遅かった分、他のやつよりは形はまだ保たれてるけど、多分この同じように腐っていくと思います。切ったやつはこんな感じね。はい、ということで大方の様子を裏切り、F1 のキュウリで、化成肥料とか使ってあるプランター栽培のやつが一番元気に持ちました。だから今度はこれね、品種によるものなのか、土によるものだったのか、あるいは成熟度合いによるものだったのか、あとはまあ同じタイミングでね買ってきたやつで揃えて、まあある程度条件を揃えるっていうこともね、実験の上大事なんでね、それでまた比較していこうかと思いますけど、今回の実験はこれにて終わろうと思います。ちょっとね、予想外というかね、まあ、こうなって欲しかったっていう予想通りにはならなかった実験結果ですけど、だからこそね、やってみた価値はあったとも言えます。はい。まあ、とりあえず、まあ、以前ね、これ以外にも、人参と、トマトでやったことがあるんですけど、やはりね、いずれにせよ、保存のやり方ですね。保存のやり方が悪ければ、自然農法だろうが、何だろうが腐りますし、保存の仕方さえ良ければ、腐らずに、トマトのね、種取りのやつで実験してみたんですけど、発酵しました。で、その後腐らなかった。うん。トマトのね、市販のトマト買ってきて、その中だけ、種取りの要領で、ゼリー状の部分を、瓶に入れて、そのまま瓶発酵させてたんですけど、全然ね、普通の、うちのトマトの瓶発酵と同じように、腐敗をせずにちゃんと発酵して種を取ることができましたし、あ、でも栽培はしないけどね、そのまま。うん、まあ、腐るか腐らないかっていう点では腐らなかったです。で、逆に、以前ね、瓶発酵させる以前のトマトの種取りの仕方で、丸のまま、ジップロックみたいな中に入れて、空気と一緒にね、そのまま置いとくと、すっごい臭く腐ります。はい。で、そういう腐らせる条件を満たしたら、発酵じゃなくて、腐敗っていう方向に進みますからね。まあまあ、それ当たり前っちゃ当たり前なんですよ。出なければ、観光農法で作った野菜で漬物とか作れなくなるわけですからね。うん。結局、腐敗か発酵か、あるいは腐らないか、腐るか、まあ、ゆっくり枯れるかっていうところは、水分のコントロールじゃないのかなと思います。なので同じ環境下に置いたら、もしかしたら自然農とかね、ゆっくり育ったやつは、いわゆる腐らずに枯れてくれるんじゃないかっていうね、期待があったんですけど、今回こういう形になりました。で、これはですね、今回果菜類、果実でやったんですけど、これが、まあ、品種、キュウリでこうなったけど、トマトと同じようになるとは限らないし、でもっと言えば、葉っぱ野菜、葉野菜と根菜ではまた違った結果が出るかもしれませんし、もしかしたら同じような結果になるかもしれない。ちなみに人参でやった時も、いまいちね、パッとした差は出ませんでした。はい。ということでね、まだまあなんか続きでやっていこうかなと思いますけどね。よかったら皆さんもご自宅で、ちょっとね、実験してみたらどうでしょうか。まあ、今回のことから言えるのは、まあ書籍とかね、あとはネットの情報で、ある程度ね、なんだろう、信頼信用できそうな発信元で書かれていることでさえ、実際試してみたらちょっと違うんじゃないのかっていうこともあり得るということです。はい。以上、終わり。はい、8月の21日です。これ、前線していたうちの水曜キュウリもついに腐って、崩れ落ちました。はい。で、これ、プランターのやつがね、一番長持ちしてますね。で、これが7月20日に買ってきた市販のキュウリなんだけど、まあ、この丸のやつがね、腐らずにね、黄色くなりましたね。枯れたと言っていいでしょう、これはね。まあ、腐ると言うと黒くなってドロドロに溶けていく感じなんですけど、まあ、こういうね、汁って言ってしまう感じね。まあ、多分、この後これもこういう風になっていくと思うんですけどね。もうプランターのこの F1 キュウリ、夏鼓かな。うん、これが一番長持ちしましたね。で、やっぱ切ったやつはもうね、カビが生えて汁が出てます。ということで、これにてもうね、これの観察実験終わろうかなと思います。ひとまずね、うちの自然農の固定種のキュウリよりも、市販のキュウリの方が長持ちしましたという結果になりました。一番は、培養土で育てた F1 のキュウリ。せっかくなんで、ちょっと中切ってみてみましょう。これもう痛み始めた、さすがに。2ヶ月くらいはね、全然大丈夫だったんですけど、ここ数日的に一気に、ね、痛み始めましたね。こっちが市販のキュウリです。はい。切ってみましょうか。縦に割ってみると、なんかこうなってます。種はね、全くできてないね。
匂いはね全然臭くないです。あのキュウリの匂い、未だにこういう状態ね。はい。で、市販のキュウリはね、大体ハウスの中で育てて、多分受粉とかをさせないとかしないんじゃないのかなと思います。なので種がね全くできてません。はい。じゃあこっち、プランターで育てたやつね。プランターに市販の培養土を入れて育てたやつです。なんでね、実は化成肥料とか有機肥料とかいろいろ入ってるんです。はい。で、これこの中身こんな感じ。こっちはね、やっぱ種がちょっとできてますね。まあ先日あげた種取り動画でもね、お見せしたあの、夏スズミです。このように種ができております。はい。まあ種ができてるから傷みやすい、傷みにくいとか、そういうわけでもないね。はい、こういう結果になりました。ということで、市販のキュウリだからって別に中がね、腐敗して臭いわけでもないし、まあなんかスポンジみたいになりましたっけね、ふわふわで。で、こっちも、まあまあ、ふわふわ、同じような状態です。まあ違いはね、種ができてるかできてないかだけだったですね。うん。